おはようございます。ます今週はこの二人と一緒にお送りします。はいよろしくお願いします。さあ、早速ですが、うん、こちらご覧ください。うん、皆さん、ご存知県の広報誌ですよね。うん、こちらは最新版の平成29年11月号です。で、この前身の県政時報というものがあるんですけど。その第1号あるんですけど、<一>見たくないですか。見たい,たいです。 大丈夫？ここに、そうあるんです。じゃん、こちらです。すごい。髪の色ももう大分違う。昭和二十四年四月に発行されたものなんですよね。近くなのだ。まず清潔保持って書いて。なん四字熟語みたいな感じだし。なんか住宅の不足とか十万個これ。で県会所へ。 いい努力ってそんなことないね。あったことない。<laughs> ないね,ね,ね。あとトッカ競馬とかあるし、ね、今聞いたことないですからね。ね聞いたことないですよね。えー、あったのかな。うん<ー>。えー、すごい。ごいまあこういうね、あの県が作成した貴重な資料は。うん あの本日ご紹介する県立公文書館に収蔵されているんですけれども<ー>驚くことに貴重な資料はもちろん、うん、日常業務で作成したさまざまな文書もその対象となっているんですよね。 簡単に文書捨てられないんですか厳密に言うと、そうなります。<ー>このカナフの台本も実はそうなんですよね。はい。そう、まあね、あの行政に関わる文書というのは、もう将来的に見て、非常に価値のあるものですからね。うこういったものもね。そうなんです。うん、え、今回はこの公文書館、ご案内しますが、まずはこんなところからスタートしました。私は今、神奈川県庁新庁舎の四階に来ています。 こちらの扉の向こうには、神奈川県の広報を担うセクションがあります。当然、カラフル T. V. も大変、大変お世話になっている場所です。そうなんです。ここは県の広報を担当するセクション。早速、ゆいちゃん、お邪魔してみますが。ありましたよ。いろんな文書が。おっ、カラフル T. V. の台本も。 今は何の作業をされているんですか。はい、えっ、ー、と、テレビラジオグループの書類の整理の作業をしています。T. V. K. テレビ神奈川さんから。あ,あの、映像の貸し出しの申請があった書類です。こういう書類って、この後どうなるんですか。はい、えっ、ー、と、この後は1年保存、3年保存、5年保存など、文書によって、あの、保存期限が決められているんですけれど。3年保存以上のものはですね。文書化の書庫に、あの、引き継ぐということになっています。あ保存するんですって。 してないんですね。なるほど。各セクションで一定の保存期間が過ぎた。文書は文書化の書庫に保管ですか？ならばそちらも見学させてください。やってきたのは、本庁舎の地下にある文書化3号書庫。わー、すごい数の段ボールですね。はい、この5年って書いてあるのは何ですか？ この五年と書いてあるのはこの期間に限っては文書館で保存するという意味です。あ、保存期間のことなんですね。はい、そうです。この五年を過ぎたものについてはすべて公文書館に行きます。で、公文書館に行ってから歴史的価値があると判断されたものについては、はい、永年保存となります。お、永年保存ということは一生ですか？はい、一生です。 そうこうして文書は本日の舞台神奈川県立公文書館へここは県が作成した行政文書をはじめ神奈川にゆかりのある古文書などおよそ78万点を県民共有の貴重な記録遺産として保存・公開している場所こんにちはどうぞよろしくお願いします公文書館の斉藤と申しますよろしくお願いします 一定の保存期間を経て公文書館に送られた文書はこの後どうなるのでしょうか,うか特別なある場所を見せてもらいました<っ>そこで私が見たものは見てくださいこの段ボールの山 すごいオフィスの引っ越しか宅配便の配送状態のように、ね、<laughs> 神奈川県の行政文書が詰まった文書保存箱その数およそ3000箱ですえ,ー、えそしてここは永年保存か廃棄か職員による運命の選別が行われている重要な現場なんです、えー、チェす,<え>すごい数の段ボールありますよね今何箱ぐらいあるんですかそうです 今は3000箱ぐらいございますね。3000箱、それは何人くらいで作業してるんですか？そうですね。あの我々あの飼料科の職員みんなでやるんですけども、一度にやるのは一人とか二人とか。一人とか二人、はい、すごく少ないんですね。じゃあちょっとあの今お話ちょっと聞いてみてもいいですかね。<laughs> あ、ちょちょっとあの。え、<laughs> <は>ね、<laughs> ああ<ー>、<laughs> なんでダメなんですか？<laughs> はい、こちらの文章まだあの中身が。 確認してないものですから、個人情報ですとか、いろいろなものがあるんで、ちょっとあの一般の方にお見せできません。ああ、そうなんですね。はい、そうなんです。個人情報などが含まれていて、取り扱い要注意な文書もあるので、詳細はお見せできないんです。選別は公平で客観的に行うため、きちんと基準が決められていて、ホームページで公開されているんです。 それにしてもこれだけの膨大な文書の選別とは地道な作業に頭が下がりますさらにこの日は県内各地の行政機関から新たな文書の箱がどん,どん来る <laughs> その数なんと400箱、えー、日々作成される行政文書中身はさまざまですが一体どんな内容のものが 永年保存となるんでしょうか。確か,確かにね。<ー>この膨大な資料の中から一体どういうものが永久保存になるんですか。あのまあ県政にとって大事なもの、はいえー、皆さんの生活に重要なものを保存しているんですけども、こちらの資料はあの東日本大震災の後に、うん、神奈川県もですね、そこに支援に行ったんですけども、その時の。 こちらは宮城県に行った時の報告書を綴ったものですねたくさんの資料の中からどのぐらいのものがその永久保存になるんですか平均すると2%ぐらいが、うん、あの残るというような感じですねそんなに少ないんですねそうですね捨てるものの中にもやはり大事なというか個人情報ですとかあのいろんなもございますのでゴミ箱に捨てちゃうわけにいきませんので、うん あの専門の業者の方にお渡ししてまず裁断をしてそれからあの製紙会社の方にえ持っていってこうして保存が決まった文書は劣化を防ぐための保存修復やデータベース化などの整理作業を行った後書庫で保存されるんです。公文文書書館では選別された文書のほか 寄贈などにより収集した貴重な資料も大切に保存三号書庫では震災や戦災を免れた明治大正期の公文書などを保存していますさらに古い幕末や江戸期以前の古文書などは木材を使用して温度と湿度が厳しく管理された五号書庫で大切に保存されていますうん、とっても木のいい香りがします そして、見てください。こちら。重要なものがいかにも入っていそうなタンスです。はあ、すごく。重要そうなものがたくさん入ってますが、何か一つ見せていただけますか。じゃ、こちら。見てください。はい、うん。おお、これは一体。この後、スタジオに公文書館所蔵の貴重な資料が登場です。 ということで今回は特別ににスタジオ持ってていたただきましし県立公文書館の藤達也さんですよろくお願いしますした貴重なものを持ってききてててていいいいたたただスタジオににさっっっでですすす引出しし入もももものののはどどれなななんか大事う見せまりこちら神奈川神奈川の 珍しい景色というような台になっているものです、えー、これってもしかしてアメリカの国旗だし、ね、えー、これカエ七年の、えー、ペリーが神奈川の港に来た時の絵などが書いてあるものでございますこんな綺麗に残ってるんですねすペリーさんではないのかうねうわ、でもすごいこの色の濃淡とかもリアル、えー、すごく綺麗これって素手で触る いらっしゃいますけど、大丈夫。触っちゃって大丈夫。あの手袋しますと、かえって感触が鈍くなって、髪を痛めてしまうこともありますので。あの、綺麗な場合は。綺麗な。大丈夫。あと、ここ狭いんですけど、これ全部でどのぐらいある。ええ、全部伸ばしますと、14メーターほどございますね。ちなみに、全部、こどこかで見ることができるんです。はい、あの、今ですね。インターネットの方で画像が公開してますし。 あとですね4月の17日からこれを展示しますその本物を展示しますのでぜひ皆さん来ていただければと思いますちょっともっと見たいんですけど他にもいっぱい持ってきてくださったので昭和3年の今の本庁舎の会長式の模様をいろいろつづったものですね。いこちらにには会長式のの来賓方配る 記念品などのものが書いてございます何を配られたの銀製のタバコ道具一揃えすごい豪華ですねかなりあの偉い方がいっぱい来たようですねええ、華やかな時代ですね県庁の新聞記者の方にもいいですねひとっ腹な感じでそしてこれなんですけどわますかこれ光新たにだの楽譜 こちら、今お見せしたのが昭和3年の本庁舎の開庁式なんですけどもこちらは今の新庁舎の昭和41年の落成の記念の下敷きです下敷き開庁式の式典をする予算があったんですけどもその予算を使いまして子どもたちに記念品を配ろうということでじゃあ懐かしい方結構いらっしゃいますよね私も小学校の時にもらいました。

一二と一応あの音符のようですね。高じゃないんだ。でこちらの方を見ていただけますか。あれこれは今と同じ形ですよね。あ読める。左から。こちらの方はえっと楽譜が書いてあるんで、楽譜の場合にはあのこちらからやる。これもあるんだ。そうなんですね。ちゃんと楽譜。 っそういうふうに書くこともあったし、ですから裏表で、ええ。左右両方の作りすごいいろんなことわかりますね。これ一個で。あと気になるのが西とか、この後ろの方は、こちらはですね、大正十五年、あの大正天皇が崩御されるそのあの時の、そえっと日ですね。昭和あの崩御されるちょっと前ぐらいからずっと記録されてるんですけども、 非常に細かく体温とかですね。いはい。何をあの食事になったかとか書いてございます。これだけでも、はい、十分魅力はお分かりいただけたかと思いますが、はい、公文書館では記念展示も行われているんですよね。うん、そうですね。今ですね、海外引き上げの関係の展示を行っております。<ー>はい、昭和三十九年に引き上げ者団体全国連合会が調査した調査票というのがあるんですけども、それをあの今回公開しまして、十二月の 二十七日まで行っておりますので、こちらの方もぜひ、皆様、ご覧いただければと思います。はい、まあ、そして、公文書館では、こんなことも行われているんですよね。アンナちゃん、これ、読めますか。これ、これ、ミスプリントじゃなくて、これ。違いますよ、もう、これもね、ちゃんとした、れっとした文字なんですよ。読むの、これ。この、私文読を読み解ける講座、古文書講座があるんですけど、これ、大変人気なんですよね。 そうですねあの今年度も三回ほどやりましたけども、うん、えー、毎回え店員オーバーする申し込みでございまして <laughs> <ごい S 1> おかげさまで人気の講座になっております <laughs> これが読めるようになるんですもんね,、えー、<laughs> ねその大人気の講座をカナフルのために再現していただいたんです、えー、古文書私読み解いてきました VTR、えー、ご覧ください <laughs> 石汁雷二月大雨大雨そしてまた 雷うん、難しすぎる先生助けてください、はい、任せてください今日授業を受けることで古文書を読むポイントを覚えていただいてこの後一人で読めるようになっていただきたいと思います今回読むのは江戸時代より伝わるとある庶民が役所に提出した長いお願いということで 毎回大盛況の古文書講座の講師を務める上田先生のプライベートレッスン開講ですではまず一文字ずつ見て勉強していきましょうはいお願いしますまず一文字目これですね先ほど石と読んでいましたけれどこれは石ではありませんこれは右です右これは個人の書き癖で上に出てないんでちょっと石になってますけど右ですねこれは何て読みました石に見えますはい。 ひらがなの字、カタカナの字の元になった感じです。うんうん、のという字。えー、全然違う。もうここまで、くずし字は江戸時代はこう文字をつ筆で続けて書くので、縦長になって書いてあることが結構多いですね。うんうんうん、それ一文字なんですか。一文字じゃないんです。<え>つがえて書いてますけれども、うん、別の字がここが一字です。うん、こんな風になって、けという字です。 なんでここにけっていうのがあるかというと、はい、これは実はひらがなのもうなんですねこの三段階になって、はい、ここにそしてその下の字は普通にのと読んで、うん、これは右のものと読むんですが四、うんえー、文字読むだけで十分もかかっちゃいました <laughs> <laughs> そんな中でも私が衝撃を受けたのがさっきフリップでも見せたこれですあなんだろう、うん、点で書いてありますが、はい、これソウローですえー これが <laughs> 江戸時代は何とかで走ろっていっぱい書くんですね、うんうん、なのでここまで最終的に省略されてしまうです<ー>これはもう読み手は読む人も分かっているので、うん、こういうふうに省略をしてしまうとこの読むコツとか、はい、一番初めに教えることってどんなことですかまず読むポイントとして部首を覚える、うん、というのがありますああ プッシュは違う字でも同じ崩し方になりますので、それが分かっていれば、読む時のポイントになって。分かりやすくなるんじゃないかと思います。右に書いてあることも分かってくる。そうですね。あ、なそうなんですね、はいまあ。だんだんコツもつかめてきて、1時間ほど熱中して読んでしまいました。目と脳を読み解けた。うんうん、でも,も、プッシュを覚えるだけでも,も、精一杯なんですよね。お、そうね、点。点。これ読めそう。だと思うんですけど、うん、これは。 長く書いてくれって思うんですけどこういうふうに書くですよ、ね、熱中していたゆゆちゃん果たして読み解いた結果は多分ですけども知り合いのお店宿に泊まっている時にたさんと出会うわけですよ。でその畑さんは えー、福本屋さんに一年間奉公に出てきた人でまあこの人と何かあるんだろうなという予想を立ててますがいかがでしょうかそうですそんな感じですか畑さんとその人は翌日いなくなってしまうんですね、うん、でその後江戸で見つかるんですけれども、はい、その理由が普通だと男女だと駆け落ちが多いんですけど、うん、す駆け落ちじゃない、えー、どうしても 成田さんにお参りに行きたいってお願いしてきて連れて行ったら旗さんが病気になっちゃって帰れなくなっちゃってそれでみんなに迷惑をかけましたすみませんっていうような内容のお話になってますそういう内容なんですねなかなか面白い面白いですなんかリアルですね駆け落ち一見取り下げ願いと言って <laughs> 裁判はやめてくださいっていうお願いの文書になるんですね。そ、えー、そううななんでですすね、はい、え裁判になりそうだったったてことですか本来は捕まえて罰を受けるんですけれどもどうぞお裁きはおやめくださいというふうにお願いをしていると。 最初はちんぷんかんぷんでしたけど、えーえー、パズルみたいに読み解いていくのが面白かかったです、ね、ねすすねねごいの人、うん、生活感が、ね、分かります、ね、ねその文字が読めるようになるっていうのもすごく楽しいんですけども、はい、その人がどういう気持ちで書いたのかとか想像するのがあちょっとと面白いなと思いな思ました、はい、そうですね、うん、せっかくこういった広告的な期間にあって誰でも見られるようになってますのでぜひ利用して昔のことに思いをはせていただければと思います。 ありがもうマンツーマンで教えていただいたんですが、ま、読み解けるまでにはちょっと時間かかりそうなんだなと思って。うんね ですが、やっぱ人間模様が見えてくるので、面白いですよね。怪しいね、あれは。一応思いますよね。そうだよね、怪しい。わけだよね。後ろめたさとかね、なんかその当時の会話が聞こえてきそうな文章で。すね本当はどうだったのか、ちょっとわかんないですけど、まあ、そういうところも含めてね、面白いですよね。この古文書講座は有料で、次回はまた来年開催する予定だそうです。詳しくは公文書館のホームページをチェックしてみてください。 あの先ほど見させていただいた県庁舎会長式の資料とかも見ることができるんですか？うん、閲覧室内にある資料は自由に見ることができます。あ<ー>あの書庫にある資料もあの受け付けていますので、あのご覧の電話番号でお申し込みください、うん。斉藤さん、古文書のね、あの小文書の解読もそうですけど、あの公文書館の役割というのも今回ね、あの会話を見ることができました。そうですね。あの公文書館ではあの歴史的公文書以外にも。 古文書行政刊行物といった、えー、歴史的に重要な資料をたくさん、うん、あの収蔵してますのでぜひあの皆さんにご利用いただければと思います。ということで斉藤さん今日どうはどうもありがとうございました。